どうもみなさん、キミエフです。積みゲーを崩すキャストとしてドゥーム2の、あとエビタニティ、久々にね遊んでみたいと思います。もう7年ぐらい進んだんだっけ、ロード、4月かよ。もう11月も下旬だぞ。この辺だよ。あ、これはでも違うやつか。どれが一番、4月16日の、これが多分一番古い。これを行こう。はい。で、何持ってんの私、まず。あ、何も持ってないところから始まるんだっけ、これ。そういうのだっけ。なんか、中世っぽいステージから始まって、で、ワープしてここに来たんだけど、何も持ってない状態から始まるのかな。ちなみに、ロード、これ多分そうなんだけど、16日、これだな。あー、そうなんだ。リセットされてるんだね。じゃあまあいいや、ちょうどいいや。どうせここから始めるんだから。で、両サイドにチェーンガンのやつがいるんだけど、さすがにピストルだけじゃきついが、アーマーショットガンやるか。なんかそれはドアかスイッチかわからんが、うーん、なんかいっぱい気づかれたか。あ、スイッチか。おお、そう、あのね、たまにズーム入れたくなるんですよね。チェーンガン欲しいぞ。あ、いるね、結構。弾がそんなないんだよね。たまにドゥームやりたくなるんで、なんかいいワードないかなって言ったら、そういえばこれやってたじゃねえかよってなって、また再開しましてね。中途半端に終わらせてるのは良くないですね、やっぱり。もう一人くらい、これスイッチ開いた。どんどん開いていくが、どんどん開いていかない方がいいのではないか。違う、それはさっき押したスイッチじゃない。スイッチ、なんか下がる。あ、オッケーオッケー、おいっと、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫ではない、大丈夫ではない。ちょっと待って、大丈夫ではないけど、ここまで割となんとかなってるから、ここは一旦セーブだな。はい、あ、ここだ、ドアだった。こいつらチェーンソーとかを手に入れたからやりたいんだが、まあないかもしれんしな、このステージに。やり散らかすよりは、あー、これなんか喧嘩、あ、喧嘩してる、よし、喧嘩しとこう。喧嘩してるよね、あれ。あー、たぶんあれ。あー、インプがゾンビ兵士を大物にやっちゃったかな。イグジットここなんだ。広いステージっぽいな。青。こっちだな、多分先に。後ろは大丈夫。これも一応 Doom 2なので、多分全30レベルぐらいあって、シークレットが2個ぐらい、シークレットレベルが2個ぐらいあるんだと思うんですが、
じゃあバックパックとかも持ってない。あ、チェーンソーあるね。状態マーキバース、あんなとこにスイッチが。これはでも普通に接近して戦わないといけないやつかな。一体ならなんとかなるか。なんか横にいるっぽいんだよな、あの窓のとこにいるな。ロケットランチャーの弾はあるが、ロケットランチャーはもらってない。なんもない。あー、まあもらうか。いやー、ちょっと後でいいんじゃないか。これは違う。あー、またスイッチだ。あー、弾はもらえど、弾はもらえど銃がない。あ、こいつが新手なんですよね。あの新しくこのワッドで出てきた新手がこの緑色のピンキーって言い方変だけど、これはチェーンソーでいけるんかな。あー、無理だな。しかもすっげえ痛えな。チェーンソーだと防ぎきらない。なるほどね。そう、確かこいつ1回は出てきたけどみたいな死に方の、このグラフィックもあれですね、普通のあのピンキーの倒れてるやつとは違うんですね。あー、なんかワープっぽいのね。ん？はい、行っていいのかな。向こう側ちょっと見てくるかな。あのスイッチ気になるな。ありがたい。なんかなかなかのグラフィック。スイッチだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、物は拾っておこうか。なあ、やべ、結構な脅威ですねこいつら。まだいるか。ショットガンの弾がないぞ。失礼。じゃあこのスイッチどこだっけ。スイッチあれだ。あー、エレベーターか。あー、知らんところに来るな。ちょっと後で。お、いいね。ショットガンの弾もありがたいですが、回復はまだいいかな。あそこのあれが欲しいかな。先にこっからこうでいいのかな。あー、違うっぽいな。あー、これチェーンソー取る前にそこかな。シークレットだったか、あるいは関係なくてこれを押したらいけるようになる。なんか下見いける。ヌーン。ダーモ。あー、なんかいろいろ変化があったな、そこに。いや、やっぱ楽しいんだよな、ドゥーム。
あーいける、オッケーオッケー。ただこれだけかな。いやーなんかどっかの変化が、あのあー打つ系このスイッチもしかして。高さはこっこ、あーそうだね、あこれついでに取っちゃおう。あ、いけんな。ん？どっから行く？あれは。あー、高さが確かに足りん。あ、ここが開いた。お、いいね。あ、こっち来てないね、私。気づいた。重いのがいっぱいいた。なんとかなったな。なんとかなったけど、それのスイッチはもう押しちゃっていいものかどうか。押しちゃうか。なんか朝でやってやると忘れそう。あそこか。おう。はい、あ最初のとこだね。これわかんない。はいはいはい。なんか今変化があったよな。ん？ああ、ちょっとあれは、あれはよくない、あれはよくない。オッケーオッケー。ああ、くそ、弾切れたか。ショットの弾まだ拾ってもよし、ってか拾った方がよし。ロケットランチャー欲しいね。嫌な鳴き声。あ、ロケットランチャー拾えた。うん、おお、ああ仲持ち同士しない、しなさそう、この配置。あ、向こうにもいんのか。普通に戦おう。あーもう囲まれてんだな。あーそうか、広いからいろんなところに行ったり来たりしちゃうと敵に気づかれてって。これが向いてる敵ではないんですけどね。ダブルバレルショットガンがいいんだけどな、あいつと戦うの。よしよしよし。
何のスイッチだ、押してから考える、色が違う。何のシークレット、ありがたいね。なんかいろいろ探索散らかしちゃってる気がするんだが、ただ先には進んでる気もする。あのアーマーがある場所入ってないかな。ああ、ここでワープするのかな。行ってみましょうか。いやー、来てるとこだな。ここか。ここは入ってなかった。うん、一回で出た方が良かった。奥にいるんだが、あーはいはい、アーマーがあるところ。あの位置だけ、そんなことはないよね。いや、久々にやると感覚が鈍ってるな。こういうところになってから弾を節約するために、これ一体だけになってからねやるとか、そういうやり方だよね普通は。スイッチ、あとスイッチを押す前に、ね、一回周りを見てセーブしとくとかね。あ、追い詰められてる。ん？マップだ。これいつ出てきたんだろう。あ、うん？あ、オッケーオッケー。なんか向こうから撃たれたな今。ダブルバレルショットガンが欲しいな。どこの辺か。あー、あそこがいたんだな。あいつがいる。あー、隠れちゃった。これリグジットがあったと、ああそうだな。これスイッチがリグジットとかだったら、ちょっとシークレットを取ったかどうかは2つ取ってるから、もうそれは個人的にはまあいいかって感じなんですが、ちょっと次のステージへのなんかこう装備を整えるとか、もうこんだけ弾持ってりゃいいかな。バックパックとか欲しいんですけど、ないかな。あるかもしれないけど、こっちちゃんと見てないからこっち見ようか。なんかダメージ食らったな今。どっかにキルを 100% にしたいんですよね。どっかに殺し損ねがいる。シークレットはシークレットレベルはもったいないからやりたいっていう気分なんですが、普通のステージのシークレットはまあ 0% じゃなきゃいいかぐらいの気分なんですけど、キルは 100% にしたい。なんか撃たれた気がするんだけどな。気のせいか、気のせいか、なんかアイテム取得した時のエフェクトとかを勘違いしたかな。
であとはもう出るだけなのかな。あれ違うな。あーこの上だよね。ここだよね。あーやっぱ終わりか。99、97。あ、まあシークレット 100% だからいいか。またこの人工的なステージが進む。あー話が進んだ。いろんな世界を行き来するっていう話なんだろうけど、世界の趣が違うから。でここすぐその直後から始まるのよね。うわいっぱいいるね。さすがに普通のショットガンだと火災ね。ああ鍵だな多分あれは。でそれで閉まってると。なんかどこか撃たれてる。あいつか。ガンシューティングゲームみたいな配置の仕方。なんかに気づかれ、でかいやつに気づかれてるな。あそこか。あれはもうこれでいいんじゃないか。ショットガンがいっぱい落ちてるからショットガンいっぱい使えばいいかってなってるんですけど、立たないんですよねショットガンで戦うと。奥にいる。回復アイテムがあるだけ。そうだよね、黄色い鍵だよね。こういうの多いねこのステージ。まだいる。ん？うわあ！先に気づいてよかった。ていうか待っててくれた。撃つの優しい。ああはいはいはい。あーいやーいらないいらない。ほら 95% ある。なんかすごいいっぱいいろんなところにいろんなやつがいるんだよな。うーん、これ当たる？あ、当たる当たる。開いた。下の水路も気になるが、とりあえず行けるところに。あー落ちちゃった。やばいやばいやばい。いやこれは良くない、これは良くない。すげー血合わなかったこの水路。
せっかくだ。なんか穴開いてる。あー、ここか。はい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 。まだいるよね。もう先にいるのかな。あー、そこだな。当たる当たる当たる。ふん。さすがにせこいかな。少しでもね、節約したいからね。万が一足りんってなったら困るからね。やった、よし。こうなるとあとはバックパック欲しいですね。ダブルバレルショットガンだとね、弾がどんどん減っていくからね。あ、ここあれだな、ここだな。こういうこと？あ、そういうこと。ああ、はいはいはい、もらうか。いやー、でもちょっと待って、違うよね。順路は、あー、てかセーブしとこう。ちょっと全このステージに入ってから私多分普通にセーブはしてないよね。オートセーブしか。はい、で操作ね、あー、ここ押してなかったと。あー、黄色い鍵、オッケーオッケー。キー、ここ、こういう廊下嫌い。奥から来たりするから、こう、あの爆破できるやつがあるのもね、それを予感させる。例えば壁が開いたりね。だと思ったよ。うわ、開かない。やばいやばい。あのまま取りに行きたいけど、あー、だよね、いるよね。だよね、まだいるよね。そうだな、ドゥームってこういうゲームだったな。で、なんか変化があったかな。あー、ここか。あー、オッケーオッケー。青い鍵、なんか湧いたー。あー、強く切れなかった。引っかかっちゃった、なんかそこのに。
うわあ、治安が悪い。いやー、でもお前はあそこに届く、いけるのか、いけないだろ多分。喧嘩を変わったけど、ほっとくか。でも俺を狙ってないから。過去デモン久しぶりに見たなあ。過去デモン向こう行く。よしよしよし、喧嘩しとけ。2体目もいるけど、2体目も向こうに行ってくれてるな。喧嘩しといて。あいつら喧嘩さ、あー、いやでもなんか引きすぎるとこいつらどっかバラバラにばらけそうで怖いな。回復アイテムまだあったと思うから拾いに行きたいんだけど落とされた。あっちにもいるんだけれど、過去デーモンだけでもやるかな。あ、これこれこれ、こういうの。あれ拾えん、拾えんね。なんか割と回復アイテムを拾わずに済んでた記憶があるんだが、あ、こういうの、こういうの。なんかもう 100% か俺。なんだ、はい、あ、イグジット、イグジット、あ、入っていいの、入っていいと、はい。100、100、あ、5、あ、なんか1個取り損ねてる。1個か、1個か、1個しか取ってないもんね俺。で、ちょっとこの枠はここで終わりにしたいと思います。なんか後ろで入ってる。あそこが。では、お付き合いいただきありがとうございました。やっぱ久々にやると楽しいんだよな。では終了いたします。